様、仲間様、官兵衛様、官兵衛様、官兵衛様。一体何があったんじゃ。わかりません。ここは西暦2014年、官兵衛さんの時代からおよそ400年後の福岡ですよ。2014年、400年の時を超え現代にタイムスリップした黒田官兵衛と長政たち福岡黒田武将隊。福岡の礎を築いた男たちと今の福岡を巡ります。どうやらここは城跡のようじゃが。そうです、官兵衛さんと長政さんが築いた福岡城跡ですよ。福岡城は関ヶ原の戦いの功績により黒田長政が徳川家康から筑前国を与えられ、1601年から7年を費やして築いた城です。場所の選定には官兵衛の意見もあったと言われています。官兵衛さん、ここどこだか分かりますか。お高屋敷跡。おお、わしの隠居屋敷ではないか。少ししか住めんかったが、いい場所じゃったの。福岡城は天守台、本丸、二の丸、三の丸の4層に分かれ、本丸御殿や47以上の櫓を構える巨大なものでした。わしはこの城の完成を見とらんのじゃ。長政よ、ずいぶん立派な城を建てたの。福岡市内には他にも最初の居城だった名島城跡や官兵衛と長政を祀った照茂神社などもあります。福岡の町も随分大きくなったもんじゃの。そうでござりまするな、父上。せっかく400年後の福岡に来たのですから、黒田家ゆかりの場所を見ていってください。危ないでござる。なんじゃこれは。これは地下鉄という乗り物。福岡市内のあちこちに行くことができるのですよ。ほう、なんとも便利じゃの。つまりは鉄のカゴというわけじゃな。あっぱれ。福岡城を出て官兵衛様ご一行が向かったのは黒田家の菩提寺、宗福寺。ここには官兵衛をはじめ初代藩主長政や歴代の藩主、その一族のお墓があります。官兵衛さん、そちらがあなたのお墓ですよ。これがわしの墓か。ずいぶん立派なものを作ってくれていたんじゃの。墓石には官兵衛さんの足跡がびっしりと刻まれています。慶徹元祖という偉いお坊さんによるもので、およそ400年前に作られた貴重なものです。父上の隣にあるのはわしの墓でござりまするな。400年経っても大事にしてくれておるとはありがたいことじゃの。あっぱれ。福岡市博物館には黒岳ゆかりの品々が大切に保管されています。名宗日本号は黒田家の家臣森田兵が福島正則から飲み取ったもの。民謡黒田節のモデルにもなっています。また官兵衛が織田信長から褒美として与えられた刀、名物へしきり長谷部や、小田原攻めの際に北条氏から贈られた太刀、名物日光一文字などの名刀も所蔵しています。官兵衛様ご一行が次に向かったのは箱崎宮。1000年以上の歴史を誇る日本三大八幡宮の一つです。おお、ここは見覚えがあるぞ。実は箱崎宮は豊臣秀吉が島津義久を屈服させた後、九州攻めの論功行賞を行った場所。この時官兵衛は秀吉から豊前国の3分の2を与えられたのでした。
ほう、懐かしいの。あの頃は必死に働いておったからの。ところで皆さん、お腹すきません？確かに何も食っておらんかったからの。腹が減って力が入りませぬ。福岡には一度は食べたいおすすめグルメがたくさんあります。官兵衛ゆかりの地を巡ったらぜひご賞味ください。美味しそうじゃな。どのこれも美味しそうでございまするぞ。美味しいものがたくさんあり、福岡が元気な町になったのはその礎を築いた官兵衛さんや長政さんのおかげですよ。そうか、それは嬉しいことじゃの。そうでございますな、福州。では早速博多のグルメとやろう食べに行くまい。おー